での就任ということで、どんなお気持ちですか？いやもうとっても嬉しいですね。姉妹でこのバイタリティのアンバサダーに任命していただきました。運動するごとにポイントがついたり、そして得点がねもらえるというとっても素敵な保険になっているので、私たちもねこのとっても素敵な保険を多くの方に知っていただけるようにこれから活動していきたいと思います。バイタリティ保険本当に魅力的な保険ですので、私たちも精一杯皆さんにお伝えできればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。私自身も母と一緒に柔軟を頑張ってきたっていうものがあったので、自分と同じように親子で頑張ってこう成長していくようなことが、できていけたら嬉しいなと思います。たまにはしますけど、残念ながら野球にはまだ興味がないので、どちらかというとサッカーボール蹴ってる時間の方がちょっと危ないなと思ってるんですけど、なんとかキャッチボール始めたいなと思ってます。ぜひサッカーの方で松井さんに参加してもらいたいですね。僕の子だとサッカーセンスないと思います。先ほどステージ上で松井さんと浅田真央さんでちょっとお話しされてたと思うんですけど、あれって何お話しされてたんですか？恥ずかしい。僕は聞こえないかなと思っててお話してもらったんですけど、どうしますか、言ってもいいんだったら言いますけど。僕からですか。そうですね、今回、初めてお会いしたんですけど、松井さん耳たぶ大きいって言われませんか。言われます。本当だ、大きい。私もよく言われるんですということで、はい、それで共通点があってよかったですっていう話を、ね、してですね、私はちょっと顔が出たくてあんまり目立たないんですけど、まあさん顔ちっちゃくて耳たぶ立派なんで、よく今までテレビで見てましたけど全く気づかなかったんですけど、改めて見たら本当だと思いましたね。私もよく松井さんみたいに耳がでかいねってよく言われることがあったので、それはもうぜひ今日松井さんにちょっとお伝えしたいなと思います。ありがとうございます。光栄です。あの場所でしたけど、はい、いや嬉しかったです。それぐらいしか近くにいれることはないかなと思って、とんでもないです。しまいました。はい、でもなんか2人でなんか顔が小さいからっていうのをなんか耳に聞こえてきたので、なんか何話してるんだろうって私もすごい気になってたので、今聞けてよかったです。私大輔さん現役復帰を発表されたと思うんですけど、なんかその後お話とかされました？お話まだはしてないんですけども、LINE でやり取りはさせてもらいました。たくさんの相性にもね、私たちは一緒に出演させていただいて、やりきってもらいたいなって思ってます。聞いた時どうでした？いや、びっくりしました。でも文章にもありましたけど、最後やりきる演技をしたいって書いてあったので、大ちゃんならそれが私はできると思っているので、私たちは全力で応援すること、会場に応援行きたいですね。